はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんのカーセンサーを見てみましょう。いや、いっぱいね、中古車実はあるんですよね。これほら見て、 1.5 リッターハイブリッド S パッケージ、これね、私の中古車販売もしております。前ね、これ乗ってた車なんですよね。で、今日はこれフィット 1.3 リッター、5速マニュアルですね。いや、車両本体価格ね、109万円で、あの 1.3 リッターなんですが、なんと5速マニュアルといった、面白い車になりますね。ではね、実車の方を見ていきましょう。というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィットの 1.3 リッター GF パッケージ109万円のお車を紹介しようと思います。しかもこれマニュアル。早速見てみましょう。フィット3 1.3GF パッケージ、しかもマニュアルということで、この車ね、面白いと思うんですよ。あの、何しろね、軽いんですよね。あの、ハイブリッドカーよりも軽い、しかも、マニュアルカーということで、フィット3のベース車両を探してるっていう方はね、ぜひともこちらの車おすすめですね。しかもめっちゃキレくないですか。走行距離は1万8000キロを走ってます。初年度登録が平成30年の3月になりますね。で、まあ、税込み109万9000円ということで、まあ、かなりお求めやすい金額の車になってますね。いやー、なかなかね、個人的にはこれ面白い車だなと思います。あの、フィットのね、ハイブリッドも結構走るんですけど、この 1.3 リッターっていうのもね、なかなか軽くていい走りするんですよね。もうこれパカッと外してね、鉄筋で乗ってもかっこいいなという感じがしますよね。もしくは、まあ自分のね、あの好きなホイールをつけるっていうのもいいと思います。いや、もうちょっとね、いきなり中見ますけども、お邪魔します。ほら見てこれ、モデューロ X のシートがついてる。私ちょっとさっきね、あのモデューロ X の、ベゼルの、ハイブリッド乗ってきたんですけど、このシートかなりおすすめなんですよ。これついてて109万?マジか。これね、いや、私的にはあの、レカロも結構いいと思うんですけど、あえてこのモデューロ X のこのシートをね、独自開発されたシートですからね。あの、ここがね、絶妙なんですよ。この膨らみ。あの、結構長距離ドライブも、大丈夫です。あの、結構硬すぎるシートってありますよね。このシートは、その辺も考えられてて、かなりいいと思いますね。あの、ホールディングもいいし、乗り心地もいいっていうね、両立してるシートだなと思います。これは、社外品のシフトレバーになるのかな?5速マニュアルがついてると、いうことですよ。これかなり、これ買った方、遊んでるなと思います。マニュアル車で、モデュードのシートで、しかも 1.3 リッターの一番軽い、フィット3を選んだということで、いや、面白い言葉だなと思いますね。ちゃんとね、ほら、ナビついてますんで、ケンウッドの。これ結構面白いで、この車。あ、まあでも地味にこういうところドレスアップしてる。いやー、ほんでね、これ見てください。この後ろ姿。いや、この後期モデルってね、結構この下回りがかっこいいですよね。これね、純正なんですよ。で、しかもこれ見て上。いや、スポイラーがね、こんなんついてるわ。こんなスポイラーあったんですね。なんか、すごいなんか大きいのついてる。ちなみにね、こちら私が前乗ってたフィットハイブリッド S パッケージなんですけど、S パケの羽はね、こんな感じなんですよ、スポイラーね。ほら、ここが、こう、スーンってなってないでしょ?こんな形なんですね。面白。知らんかった。あ、で、このほら、ここはね、黒なんですよね。これも、絶妙にわかるフィットマニアの方はわかると思うんですけど、ここ黒い方が良くねって思いません？ほら、ハイブリッドはね、ちょっとこうメッキなんですよね。なんかちょっと高級感醸し出してるか言うて、ちょっとこれメッキがね、私はあんまりどうかなと思ってたんですけど、まあこれ後期モデルじゃないんで、だいぶテールランプも形違うんですけど、ほら、
良くなってるでしょ、ほら良くなってるっていうかね、すごいシンプルで、私はこっちのね後期モデルめっちゃかっこいいなと実は思っておりました。はい、おお、こんなんなっとる、へえ、いいやん、いいやん、これこれ、あ、すごいすごい、これ純正パーツのね、これ何入れても大丈夫みたいな、これ防水シート、あ、これドカドカ使えるぞ、あ、このカバーもこれついてる、これ普通ね、これついてないんですよ、あ、いいね、いいね、あ、地味に泥よけ、地味に泥よけついてます、フロントもかっこいいよな、かっこいいよな、ちょっとライトつけてみよう、やっぱねこの後期モデルってね、ヘッドライトの部分だいぶ違いますよね、デザインが。これちょっと今昼間なんで分かりづらいんですけど、ちゃんとついてますよ。この豆球感がどうでしょうか、いいでしょうか、全然傷なし。うん、私はねこの車乗って結構ハードに乗ってもいいんじゃないかなと思います。結構ね六甲山とか私近所なんで、その辺この車で走ってみたいなと思いますね。いや、ドアバイザーも完備です。これね絶対つけといた方がいいアイテムです、必須アイテム。おお、なんかエンジンルームめっちゃ綺麗になってる。ちなみにね、最高出力は100馬力ですね。最大トルクは119ニュートンメーターと。水冷直列4気筒 DOHC16 バルブエンジンということで、いやー、なかなかね、小気味の良さそうなエンジンですよね。で、これで、まあ、車両重量が約1トンと、1010キログラムですよね。もうほとんど軽みたいなね、この車両重量ということで、いや、こいつは走るぜっていう感じがしますね。いや、やっぱね、このモデューロのシートがついてるっていうのがかなりのおすすめポイントですね。あ、でもちょっと、ベゼルさっき乗ったんですけど、あれ、ベゼルの、このモデューロのシートとちょっと違うわ。あ、ちょっと幅広やな。ちょっと指導チェックだけさせてもらいます。はい、こんなナビ。あ、なんかテレビがこんな感じで使えるんや。へえ。あ、いいじゃんこれ。なんか。へえ、面白い。おお。うん、すげえシンプル。あ、はあ。ちょっと緩め。こんな感じなんや。で、アイドリングストップのボタンだけついてる。すげえシンプル。私これ好きでした。で、これなんか、マイクついとる。これ100万やったらいいんじゃね、これ。いや、かなりね、おすすめの一品でございます。いや、面白い車が、ここ結構入ってきますよね。他にもね、フィット結構売ってるんで、まあ、フィット3もね、中古販売、ほら、奥の方、私のも、前の、これ売ってます。ありますんで、ぜひともお問い合わせください。詳しくはね、下の概要欄に、貼ってますので、こちらの中古販売、サイト貼ってますので、皆さんチェックしてくださいね。そして、私のチャンネルが面白いと思った方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。あと、グッドボタンもよろしくお願いします。はい、というわけで、フィット 1.3 リッターのマニュアルのご紹介でした。中古販売でした。じゃあね、バーイ。